地学か地学基礎じゃなくて地学地学一般の地学か、できそうなのであれば嫌いなのでやるよりはマシかなって気がしないでもないんですよ。まあそうですね。武田塾チャンネル。いやみんなも学年が変わってね。そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、うん、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのか、はい、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね受験生の悩みとかね答えるこの番組は受験相談 SOS。 若井先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、理系で第一志望は国公立ですと、はい、今年1年、興味のある地学を独学して地学で受験をするか、うんうん、もしくは、苦手な科学を克服して科学で受験するか悩んでいますと、うんうん、少しでも意見が欲しいんですと。なるほど、地学か地学基礎じゃなくて地学地学一般の地学か、地学でもね、地学は参考書がね皆無と言っていいくらいないので、ないですよね本当に地学、うん、まあ新一人で学べるとかぐらいかな。あとはもう過去問でやるしかないみたいな感じになっちゃうんで、うん、いやまあそれでも学んできそうなのであれば嫌いなのでやるよりはマシかなって気がしないでもないんですよ。そうですね、うん、興味のあるって書いてあるので、なんか大学行った後にその地質学とかそっち系もしかしたら勉強するのかもしれないですね、うん、そう、結局この質問の方はやっぱ地学でやりたいけど不安っていうとこなんじゃないかなって気がするんですよ ね、 そうですね、まあ、この質問してる時点で、うん、だってやっぱみんなは科学とか物理使うしとかっていう中で、うん、自分だけ地学でやってっていうのはね、はい、とは思うんだけど、はい、まあ地学を基礎の内容とかセンターぐらいまでのことを一通りまず優先的にやってみて、うん、まあ、全分野じゃなくてもいいから最悪ね、はい、でそれで、あでもセンターだったら結構大丈夫そうだなみたいな、あと楽しいなって思えるんだったら、うん、一旦センター仕上がっちゃったらその後過去問めちゃめちゃやり込んで、うん、自分で何とかしていくってことは嫌いな科学をやるよりは楽かもしれないと思うんですよ。ああなるほど、まあ、勉強してて苦じゃないでしょうからね、うんうん、結局だってさこれまあいや普通に考えて科学の方がやりやすいのは事実なんですよ。だって参考書いいんだから、はい、だから分かんないもう今レベルだったとしてもすごい簡単な、ね、やつからやっていけば理解できる可能性あるわけですよ、はい、今嫌いなだけやったら好きになる可能性もあるわけだから、うん、だけど、まあ、嫌いな方やろって精神的に負担がやっぱすごいでかいから、うん、まあ、なんなら分野を1分野とか2分野だけでもいいからやってみて、センターの過去問とかでチャレンジしてみてっていう流れを1回やってみて、うん、時間あるわけだからね、はい、言うて地学を集中的にやれば別にね1ヶ月かからずに1分野2分野センターまで持ってくることぐらいなら全然できるとは思うから、うん、はい、まあ、それでやってみて、まあ、最終決定というか、どうしてもやっぱちょっと地学独学だときついなみたいなのが起こるようであれば、まあ、科学に切り替えて覚悟を決めてやると。だから地学が無理だって思ったら逆に科学は覚悟を決められると思うんですよ。そうですね、もうどうしようもないですもんね、うん、そう、うん、だからここで地学に未練があるのは科学に手を出すのは結構怖いと思うんですよね。うん、だから異なることに戻りたくなるんじゃないかなっていう。ああそれありますよね、なんか疑心暗鬼っていうか、うん、不安になっちゃったりしてやってくるのって不安、うん、ダメですよね。そうなんですよ、うん、なので一旦地学やれるだけやってみたらと、うん、はい、でそれでどうしてもいや厳しいなって思ったら、まあ、科学にすればいいんじゃないかなっていう、うん、まあ、やりたい方からやるのが一番ですよやっぱ、はい、なので、はい、地学やってみましょう。はい、今回の質問は以上です。大学対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。